皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。エフェクターを買おうと思うんだけれども、マルチエフェクターとコンパクトエフェクター、どっちを買ったらいいかがわからないとか、そもそもマルチとコンパクトの違いがわからない、なんかそのような質問をよくいただきますので、この動画の中で、それぞれの特徴についてベラベラとお話しさせていただこうかなと思います。コンパクトエフェクターもマルチエフェクターもそれぞれ特徴があって、メリット、デメリットもありますので、まあ、よければ参考にしてみていただければという感じでしょうか。とりあえず、コンパクトエフェクター、ストンプボックスといったりもしますけれども、コンパクトエフェクターというのは平たく言うと単機能のエフェクターです。何かしらこうテーマ、例えば歪みなら歪みとか、コーラスならコーラス、フランジャーならフランジャーという感じでテーマがあって、もうその機能しか使えないんです。ものによっては2個、3個くらい機能を持ったりとかもするんですけれども、基本的には1種類だけです。単機能。で、それに対してマルチエフェクターというのは多機能のエフェクターになりまして、3種類、5種類とかもそんなんじゃなくても10、20、ものによっては100種類以上のエフェクターが使えるようなエフェクターになっております。なので、1種類に対して100種類以上となるわけですよ。そう聞くと、マルチエフェクターの方がいいじゃんって思うじゃないですか、思うじゃないですか。でも意外とそうとも言い切らないんですよ。もちろんメリットもあるんですけれども、デメリットも。あるんです。そのメリット、デメリットについて何かしらこう、ね、説明できる、なんかこうイメージができるようでしたら、多分この動画を見る必要ないかなと思うんですけれども、なんか今のところマルチエフェクターの方が絶対お得な気がするけれども、そうでもないのなんて思ってしまう方は、この動画を見る価値はあるかなと思います。とりあえず、すごくこういろんな要素がありますので、機能性、音質、で、あと、操作性。で、あと、値段。価格ですね。値段。この4つについてお話をさせていただこうかなと思います。まず、機能性。これはもう明らかにマルチエフェクターの方が有利でございます。例えば、これはその実物です。マルチエフェクターの Zoom の G3 というエフェクター。で、これがまた G2-1NU というエフェクター。もうこれそれぞれ1台の中に100種類以上のエフェクターが入っているんですよ。わお、すげえぜ、こいつは便利という感じじゃないですか。で、それに対して、コンパクトエフェクターの実物というのはこういうやつです。こんな。ボスのエフェクターはさすがに見たことある方多いかと思うんですけれども、こういうやつですよね。で、例えば、これはボスのブルースドライバーというエフェクターなんですけれども、歪むことしか脳を持っておりません。コーラスをかけることもできないし、リバーブをかけることもできないし、このブルースドライバーというエフェクターが持っている歪みの質感、これをどのくらい加えるか、もうそれしかできないんですよ。で、それに対して、このリバーブというエフェクターも、その残響音ですよね。わかりやすく言えば、そのカラオケのエコーみたいな、その効果を与えるエフェクターです。それができるんですけれども、それしかできません。他にもこれ、コーラスというエフェクターでございます。なんかこう、音をこう、ね、揺らすというか、くねらせるというか、なんかそんなエフェクターなんですけれども、それしかできないと。で、これもコンプレッサー、コンプレッションサスティーナー、コンプしかかけられません。なので、例えば、そうだな、なんかスタジオとかライブとかに行くとするじゃないですか。マルチエフェクターの場合は、これ1台持っていけば全てが解決をします。ところが、どこへコンパクトエフェクター、1つ、2つあったら別にいいんですけれども、例えば、こう、コンプも必要、リバーブも必要、あとコーラスも必要で、歪みも必要で、で、あと、じゃあ、ブースターも必要で、あと、じゃあ、マイクロアンプ、アンプシミュレーターも必要で、で、さらに、ワウペダルも必要で、みたいな感じで、なんかこう、いろいろとこう持っていかなきゃいけないとなると、めんどくせえなと。なるじゃないですか。それぞれこう接続をするためのケーブルも持ち歩かなきゃいけないし、電源も持ち歩かなきゃいけないと。で、このワウペダルとか、これご存知ですか？これ、知らない人から見たらすごく衝撃が飛ぶんですけれども、結構重いんですよ。2キロぐらいあると思います。で、これ何をするエフェクターかっていうと、このペダルを踏み込むと、ワウワウワウって言うんです。それだけ。のエフェクターでございます。その音を出すために、この2キロぐらいのこの重いペダルを持ち歩かなきゃいけないと。それに対して、マルチエフェクターの場合は、これ1台あれば、わーお、解決だぜという感じで、機能性に関しては、断然マルチエフェクターの方が有利という感じでございます。なんか最近こういうちっちゃいのもあるんですけどね。こう、ホットワンのこのシリーズとか、なんかこういうちっちゃいエフェクターもあるんですけれども、これを何個も何個も持ち歩くことを考えると、ちょっと面倒くさいかなという感じ
ですよね。なので、機能性に関してはマルチの圧勝でございます。で、その次、音質。これに関してはですね、基本的にコンパクトの方が有利です。基本的にです。全部が全部というわけではないんですけれども、圧勝ではないです。なんでかというと、こういうコンパクトエフェクターのこの裏蓋を外して、パカッと中を開けると、1枚とか2枚とかの基板があって、でそこの基板に、例えば抵抗とかトランジスタとか、なんかこう、いろんなこのチップじゃないか、なんかそういうパーツ、なんか僕はあんまりわからないんですけれども、そういうのがね、こう一つ一つこう、ね、アナログに配置されているだけなんですよ。で、その電源を通してその、ね、音をその基板を通してパパパパッと加工して、アウトプットして、わーい、音が良くなったね、楽しいねって、そういう感じなんですけれども、マルチエフェクターの場合は、このアナログ回路をデジタル回路でシミュレートしているんですよ。この基板とか使ってね、いちいちこうパーツをつけたりとかしていると、絶対こうサイズが大きくなってしまうので、それをこう何百枚もやろうと思ったら、もうとんでもないサイズになってしまうと。なので、その半導体っていうんですかね、IC チップっていうんですかね、なんかよくわかんないんですけども、なんかそういうのを集積回路をギュッと高性能にして、もうその中で全てをシミュレートしてしまおうっていうのがマルチエフェクターの概念でございます。なので、そこで何が起こるかっていうと、やっぱりアナログとデジタルが同じになることはやっぱないんですよ。アナログにはアナログなりの音があって、やっぱデジタルにはデジタルなりの音があるという感じです。で、一般的に、まあ、大体の方がそう感じると思うんですけれども、アナログはやっぱりこうね、温かみがあるというか、この不自然なく、自然に違和感なく聞こえるサウンドが多いのに対して、デジタルのサウンドってどこかちょっと嘘っぽいというか、なんかこう加工された感じがするんですよ。最近のエフェクターはすごい飛躍的に進歩しているので、まあ、かなりアナログに近い音にはなっているんですけれども、やっぱり 100% とはなかなか言い切れないかなと。僕は正直そんな音にこだわりがないんで、別にもうね、もうほぼ同じやなって思うんですけれども、こだわる人とか、すごい耳がいい人にとっては、やっぱりちょっと違うという感じでございます。なので、すごいこう、ね、いろんな機種を持って、めんどくさいんですけれども、音質に関してはやっぱりコンパクトの方が良い場合が多いかなという感じです。で、その次、操作性。これに関してはコンパクトエフェクターが圧勝です。圧勝です。なんでかと言いますと、すげえわかりやすいじゃないですか。このブルースドライバーというエフェクターには、そのつまみが3つしかないんです。これがその音量を操作するつまみ。で、これがその原因、歪みをですね、操作するつまみ。で、音質を操作するつまみという感じで。とりあえず、なんかこのレベルとか原因とかトーンとか書いてあることがわかんなくても、とりあえずつなげてみて、なんかこうガーッといじってみれば、あ、こういうふうに変化するのかっていう感じで、かなり直感的にその操作をすることができると思います。他のエフェクターの場合も同様ですよね。例えば、このコーラスとか、なんかレイトとかデプスとかステレオモードとか言われたって、はぁ、何のことってなるじゃないですか。けど、とりあえずつなげてみて、なんかこういじってみて、ああ、こんな音がするんだな、ふーん、じゃあこんな感じかな、こんな感じかな、あ、これかっけえじゃん、あ、これで使おうみたいな、なんかそんな感じで直感で操作をすることができます。それに対して、マルチエフェクターはなぜフリーになるのかっていうと、このボタンとかそのつまみとか、これそれぞれの操作の仕方をちゃんと把握しないとダメなんですよ。例えば、その歪みの量を調整したいなと思ったら、なんかこのボタンをポチポチ押して、歪みのパラメータを呼び出して、で、このつまみで操作をするとか、リバーブのこの、ね、残響の長さを調整したいなと思ったら、このボタンでポチ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 やって、で、これで調整して、で、ポチポチやって、ここでも調整できるとか、なんかそんなことがたくさんあるので、それぞれのエフェクターの性質とか、その特徴とか、出せる音とかをちゃんと把握できて、でなおかつこの本体の操作の仕方、このボタンを押して、この画面を呼び出して、このボタンを押して、このモードにして、そしてこれをいじるという操作性、これを両方とも覚えていないとうまく使いこなせないんですよ。その点、コンパクトエフェクターはそういうのが全然わからなくても、とりあえずいじってみて、ああ、こんな感じか、ふーん、OK という感じで直感的に操作ができるというわけでございます。このね、いろいろボタンを押してページを呼び出さなきゃいけないというのがなかなか難しいところですね。何度も言いますけれども、コンパクトの場合はね、何個こうエフェクターを並べてようが、お、無理か。何個エフェクターを並べてようか、あ、これいじろう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 みたいな感じで、まあ、その直感的な操作ができるわけでございます。コンパクト慣れをしていると、なんかその辺のマルチ この手間が結構苦になってきたりとかするんですけど、まあ、これも結構慣れの問題かなという感じです。まあ、一重に操作性に関しては、コンパクトの方が断然やりやすいよということです。で、最後に値段。
これはマルチエフェクターの方が断然有利です。圧倒的に有利です。例えば、この100種類以上のエフェクターが入っている Zoom の G3 というマルチエフェクター、多分今、お店さんで買うと、新品でも1万5000円とか、そのぐらいだと思うんですけれども、僕が買ったときはもう、ね、発売してすぐ買ったので、確か定価の2万5300円とか、2万5400円とか、そのぐらいで買ったんですが、でもまあそれにしてもまあ十分安いなという感じですよね。それに対して、こういうコンパクトエフェクターは、これ1個で8000円ぐらいするんですよ。なので、8000円、1万6000円とか、あとちょっと高いやつもあったりとかするんで、これとか2万円ぐらいしちゃうんで、安くても。2万5000円ぐらいかな、してしまうので、もうこれだけでも4万円近くの出費になってしまうと。その点、100種類以上のエフェクターが1万円ちょっと、1万5000円ぐらいで揃ってしまう。そう考えると、全然マルチエフェクターの方が安いですよね。そんな感じで、値段の問題で見ると、まあ、マルチエフェクターの方が断然有利かなという感じです。高いエフェクターは本当に高いですからね。このサンズアンプのクラシックとか、これアンプシミュレーターのコンパクトエフェクターなんですけども、これも多分単品で買うと3万円ちょっとぐらいする感じです。あと、これとか。これはディレイなんですけれども、これも多分普通に買うと5万円くらいする感じです。歪みとかそういう、ね、シンプルな機能のやつは8000円くらいで買えるんですけどね。まあ、そんな感じでございます。なんとなくそれぞれのメリット、デメリットについてイメージがつかめてきたでしょうか。で、僕はその冒頭で言っていたその質問、初めてのエフェクターを買うんだけれども、マルチエフェクターとコンパクトエフェクター、どっちを買ったらいいかわからないという質問に対して、僕が言いたいこととしては、おすすめなのはですね、正直なところ、コンパクトエフェクターの方がおすすめです。コンパクトエフェクター。で、何を買うかというと、とりあえず歪みを買ってみることをすごくおすすめします。歪み。ボスの機種でいうと、僕が持っているやつだったら、このメタルゾーンとか、あとホットオンでいけば、この辺ですね。このホットオンのウィップとか、ホットオンのグラスとか、ホットオンのチャンクとか、あとボスだったらブルースドライバーとか。とりあえず今、手元にある歪みはそんなものかな。もうちょっといろいろと探せばあると思うんですけれども、まあ、こういう歪みのエフェクターを1つ買ってみることをすごくお勧めします。それで、そもそもエフェクターとはどういうものなのか、どうやって使うのか、なんかそういうイメージをつかんだほうがいいと思うんですよね。初めてのエフェクターでマルチエフェクターを買うことは全然悪くないです。ただ、混乱すると思います。ちょっと気合い入れないと操作になれないというか、その使いこなせないというか、多分そういう問題が出てくるので、楽しく分かりやすく直感的にいきたいんだったらば、まずコンパクトエフェクターを歪みを揃えて、でその点コーラスとかリバーブとか買ってみて、2、3種類くらい買ってみて、エフェクターとはこういうものだというイメージをつかんでからマルチに行くというのがおすすめです。ところが、これ最近も、ね、Zoom さんとかからこの8000円くらいですごい安いマルチエフェクターとかありますからね。ああいうのもとりあえず買ってみるのもいいかもしれないですけれども、僕のおすすめとしては、まず歪みのコンパクトを1つ買ってみることをすごくおすすめいたします。具体的な機種とかになると、また話がすごく長くなってくるので、まあ、お近くの楽器屋さんに行って、こう言ってみるのが一番いいんですよ。あ、すみません。僕、今またギター始めたばっかりで、ギター始めたばっかりしなくてもいいですけれども、エフェクターはまだ持ったいんですけれども、ちょっとエフェクター買ってみないと思ってるんですよ。とりあえず、ある人が勧めているから、歪みのエフェクター、コンパクトエフェクターをとりあえず1つ買ってみようかなと思うんですけれども、お勧めとかありますかと。そんな話を言えば、店員さんからも、普段どういう音楽を聴くんですかとか、どういうプレイで聴くんですかとか、なんかどんな音を目指しているんですかなんて、いろいろ聞かれたりとかするので、それに答えていけば、その自分に合うコンパクトエフェクターが見つかると思います。そんな感じでございます。またたくさんベラベラと長くしゃべりましたけれども、以上でございます。だいぶイメージがつかめたかと思いますが、皆さんのエフェクターの知識に貢献できたならば嬉しいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。